are the true artists. So let's get together, see what we can uncover. One that defines your world, gives you truth and life. One that excels, special reminder, guide your way through this shadow world. こそベルベットルームへ。おお、これはまた変わった定めをお持ちの方がいらしたようだ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。なるほど。ではあなたの未来について少し覗いてみるといたしましょう。
占いは信用されますかな？常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わる。まさに人生のようでございますな。おお、近い未来を示すのは塔の正位置。どうやら大きな災難を被られるようだ。そしてその先の未来を示しますのは、月の正位置。迷い、そして謎を示すカード。実に興味深い。あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。私の役目はお客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます。おっと、ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット、同じくここの住人でございます。お客様の旅のお供を務めてまいります、マーガレットと申します。詳しくはお祝いにいたしましょう。ではその時までごきげんよう。この夏は爽やかにスリム、ケロリーマジック。はい、ではいよいよ、今最もホットな話題、山のバイビングリの情報。歌手と結婚して女子アナと振るってすごくない？政治家ってそんなモテんの？金とかコネとかなんじゃない？やっぱ経済力と政治力なんだよね。すごい。歌とか苦手だ。知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。そうだな。やら、果たしてこの三角関係どう？
葉、野草稲葉。おーい、こっちだ。おう、写真より男前だな。ようこそ稲葉市へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。しかし大きくなったな。ちょっと前までおむつしてたと思ったが。こっちは娘の七子だ。俺、挨拶しろ。にちは。こいつ照れてんのか。いて。さて、じゃあ行くか。車、こっちだ。ねえ、落ちたよこれ。別にいい、拾っただけだから。おい、トイレ一人で行けるか。うん。奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。わかるってば。どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日越してきてな。へえ、都会からすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。君、高校生？都会から来るとな、実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。おっと、仕事しないと。大丈夫？車酔い？具合悪いみたい。どうした？大丈夫か？長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ。戻ったら声かけてくれりゃいい。
じゃあ歓迎の一杯といくか。兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな。海外勤めだったか。1年限りとはいえ親に振り回されてこんなとこ来ちまって子供も大変だ。まあうちは俺と七子の2人だし、お前みたいのがいてくれると俺も助かる。これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って気楽にやってくれ。硬い硬い、気使いすぎだ。見ろ、ナナコがビビってるぞ。さて、じゃあ飯にするか。ったく、誰？道島だ。ああ、わかった。場所は？わかった。酒飲まなくて当たり。仕事でちょっと出てくる。急で悪いが、飯は二人で食ってくれ。帰りはちょっとわからん。七子、あとは頼むぞ。七子、外は雨だ。洗濯物落とした。入れた。そうか。じゃあ行ってくる。降るでしょう。では、明日のお天気、時間帯ごとの変化です。西から張り出した雨雲のせいで、明日は終日雨となるところが多いでしょう。いただきます。仕事、事件の捜査とか。お父さん刑事だから。次のニュースです。稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性関係から進退を取り沙汰されている問題。夫人で演歌歌手の柊木美鈴さんは取材に応じ、慰謝料を求め争う考えを明らかにしました。事態を受け、地元テレビ局アイテレビジョンは生為氏と愛人関係とされる所属アナウンサー山野真由美さんを全ての担当番組から降板とし、問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています。ニュースつまんないね。ジュネスは毎日がお客様感謝デー。来て、見て、触れてください。 Everyday Young Life ジュネス。食べないの？
朝ごはん。おはよう。よしっと。じゃあ、いただきます。朝はパンを焼いて、あと目玉焼き。夜は買ってくるの。お父さん作れないから。今日から学校でしょ。途中まで同じ道だから一緒に行こう。この道まっすぐだから。私こっち。じゃあね。よっと、そっと。ついてねえよな、このクラスって。担任もろうかだろ。もろきんな。1年間延々あのクソ長い説教聞かせねえのかよ。ところでさ、この組都会から転校生来るって話だよね。え、ほんと？男子？女子？都会から転校生って前の花村みたいじゃん。あれ、何朝から死んでんの？いや、ちょっと頼むからほっといてあげて。花村のやつどうしたの？さあ。静かにしろ。今日から貴様らの担任になる諸岡だ。いいか、春だからって恋愛だ異性交友だと浮ついてんじゃないぞ。わしの目の黒いうちは貴様らには特に清く正しい学生生活を送ってもらうからな。ああ、それからね、不本意ながら転校生を紹介する。ただれた都会から偏僻な地方都市に飛ばされてきた哀れなやつだ。いわば落ち武者だ。わかるな？女子は間違っても色目など使わんように。では簡単に自己紹介しなさい。ん？貴様、後ろから2列目窓際の女生徒に怪しげな視線を送ったな。いいかね、ここは貴様が今までいたいかがわしい町とは違うからな。いい気になって女子生徒に手を出したりいたずらするんじゃないぞ。ちゃいっても、最近は昔と違ってここいらの子供も混ぜてるからね。どうせ暇さえあれば携帯で出会い系だのなんだのと。先生、転校生の席ここでいいですか？ああ、そうか。よし、じゃあ貴様の席はあそこだ。さっさと着席しろ。あいつ最悪でしょ。まあ、このクラスになっちゃったのが運の尽き。1年間頑張ろう。かわいそう転校生、来ていきなりもろ組か。
目つけられると停学とかリアルに食らうもんね。ま、私ら同じクラスだから。静かにしろ貴様ら。出席を取るから折り目正しく返事しろ。では今日のところはこれまで。明日から通常授業が始まる。先生方にお知らせします。ただいまより TT 職員会議を行いますので、至急職員室までお戻りください。また全校生徒は各自教室に戻り、指示があるまで下校しないでください。いいか、指示があるまで教室を出るなよ。あいつマジしんどい。なんか事件？すっげえ近くね、サイレン。くっそ、なんも見えねえ。なんだよこの霧。最近雨降った後とかやけに出るよな。そういや聞いた？例の女子アナ、なんかパパラッチとかもいるって。うん、山野真由美だろ。商店街で見たやついるらしいぜ。てか俺聞いたんだけどさ。マジかよ。あのさ天城、ちょっと聞きたいことあるんだけど。天城んちの旅館にさ、山野アナが泊まってるってマジ？そういうの答えられない。ああーす、はあ、もう何これ、いつまでかかんのかな。さあね、放送なる前に速攻帰ればよかったね。そういえばさ、前に話したやつやってみた？ほら、雨の夜中にってやつ。あ、ごめん、やってない。あ、いいって、当然だし。けど、隣の組の男子、俺の運命の相手は山野アナだとか叫んでたって。全校生徒にお知らせします。学区内で事件が発生しました。通学路に警察官が動員されています。できるだけ保護者の方と連絡を取り、落ち着いて速やかに下校してください。警察官の邪魔をせず、寄り道などしないようにしてください。繰り返しお知らせします。事件？なになに？どういうこと？ねえ、見に行こうよ。あれ、帰り一人？よかったら一緒に帰んない？ああ、あたし里中知恵ね。隣の席なのは知ってるでしょ。んじゃあよろしく。で、こっちは天城ゆき子ね。あ、はじめまして。なんか急でごめんね。うわ、謝んないでよ。私失礼な人みたいじゃん。ちょっと話を聞きたいなって、それだけだってば。ああ、里中さん、これすげえ面白かったです。技の繰り出しがさすがの本場っつーか。申し訳ない、事故なんだ。バイト代入るまで待って。じゃあ。待てこら、貸した DVD に何した？うわっ、なんで、信じられない、ひび入ってんじゃん。私の正義。
流伝説が。俺のも割れそう。机の角が直に。あ、大丈夫？あ、天木、心配してくれてんのか。いいよ、ユキコ。花村なんかほっといて帰ろう。君さ、ユキコだよね。これからどっか遊びに行かない？え、誰？何あいつ、どこの学校？よりによって天城狙いかよ。てか普通は一人の時に誘うだろ。張り倒されるに俺リボンシトロン一本な。賭けにならねって。天城越えの難易度知らねえのか。あのさ、行くの行かないのどっち？行かない。ならいい。あの人、何の用だったんだろう。何の用って、デートのお誘いでしょ。どう見たって。え、そうなのって。ああ、まあけどあれはないよね。いきなりユキコって怖すぎ。よう天城、また悩める男子振ったのか。まったく罪作りだな。俺も去年バッサリ切られたもんな。別にそんなことしてないよ。なあ、マジで？じゃあ今度一緒にどっか出かける？それは嫌だけど。わずかでも期待した俺が。つうかお前ら、あんま転校生いじめんなよ。話聞くだけだってば。あの、ごめんね、いきなり。ほら、もう行こう。なんか注目されてるし。そっか、親の仕事の都合なんだ。もっとしんどい理由かと思っちゃった。ここ、ほんとなんもないでしょ？そこがいいとこでもあるんだけど、よその人に言えるようなもんは全然。あ、八十神山から取れる、なんだっけ、染め物とか焼き物とか、ちょっと有名かな。あと、ユキコんちの天城屋旅館は普通に自慢の名所。え、別に、ただ古いだけだよ。隠れ家温泉とかって雑誌とかにもよく載ってんじゃん。この町で一番立派な老舗旅館でね、ユキコはそこの次期女将なんだ。雪こんち目当ての観光客とかも来るし、この町それで持ってるよね、実際。そんなことないけど。ね、ところでさ、ゆきこって美人だと思わない？でしょ？ちょっと、またそういうこと。学校でもすごいモテんのにさ、彼氏ゼロ。おかしくない？
やめてよ、いきなり。全部嘘だからね。モテるとか、彼氏ゼロとか。あ、違った。違うから。彼氏とかいらないし。もう、ちえ。ごめんごめん。だってせっかくなのにノリ悪いんだもん。あれ、なんだろう。でね、その高校生の子ちょうど早退したんですって。まさかアンテナに引っかかってるなんて思わないわよね。見た、遅いんだから。ついさっき警察と消防団で降ろしちゃったのよ。怖いわね、こんな近くで死体だなんて。え、今なんて、死体？おい、ここで何してる？ああ、まあそうだろうな。ったく、あの校長、ここは通すなって言ったろうが。知り合い。こいつの保護者の堂島だ。ああ、まあその、仲良くしてやってくれ。とにかく3人ともうろうろしてないでさっさと帰れ。あだち、おめえはいつまで姉妹気分だ。今すぐ本庁帰るか。あ、すいません。さく、顔を洗ってこい。すぐ自撮り出るぞ。アンテナに引っかかってたってどういうことなんだろう。ねえユキコさ、ジュネスに寄って帰るのまたにしよっか。うん、じゃあ私たちここでね。明日から頑張ろう、お隣さん。Tell me why you did it. I'll tell the promise. Still I can't.
お父さん、今日も帰ってこないのかな。ではまず今日最初のニュース。静かな郊外の町で不気味な事件です。本日正午ごろ、稲葉市の鮫川付近で女性の遺体が発見されました。遺体で見つかったのは地元テレビ局のアナウンサー山野真由美さん、27歳です。稲葉警察署の調べによりますと。稲葉警察、お父さんの働いてるとこだ。わかってる。お仕事だから仕方ないよ。遺体は民家の屋根の大型のテレビアンテナに引っかかったような状態で発見されました。なぜこのような異常な状態になったかは現在のところ分かっていないということです。死因も今のところ不明で、警察では事件と事故の両面から捜査。ただ周辺には地域特有の濃い霧が出ており、本格的な現場検証は明日となる見込みです。屋根の上で見つかったの？なんか怖いね。あ、ジュネスだ。ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て見て触れてください。 Everyday Young Life ジュネス。ヤンライフジュネス。でしょ、クラスで一番うまいんだ。誰か。いやー、助かったわ。そうだ、転校生だ。確か俺、花村陽介、よろしくな。俺より自転車かよ。なあ、昨日の事件知ってんだろ。女子アナがアンテナにってやつ。あれ、なんかの見せしめとかかな。事故なわけないよな、あんなの。わざわざ屋根の上にぶら下げるとか、まともじゃないよな。つか、殺してる時点でまともじゃない。やっべ、遅刻。後ろ乗ってっか。ちょっとギコギコ言ってるけど。
どうよ、この町もう慣れた？へえ、早いな。ここって都会に比べりゃ何もないけどさ、逆に何もないがあるっての？空気とか結構うまいし、あと食い物とか。ああ、ここの名物知ってるか？ビーフ的だぜ。すごいっしょ、やぼったい響き。俺安いとこ知ってんだけど言っとく？おごるぜ、今朝助けてもらったお礼に。私にはお詫びとかそういうのないわけ？清流伝説ね、飯の話になると来るなお前。ユキコもどう？一緒におごってもらう？いいよ、太っちゃうし。それにうちの手伝いあるから。天城ってもうおかみ修行とかやってんの？そんな修行なんて、忙しい時ちょっと手伝ってるだけ。それじゃあ私行くね。仕方ないか。じゃあ私たち。え？マジ二人分おごる流れ？ってここかよ。ここビフテキなんかないじゃんよ。お前にもおごんならあっちのステーキハウスは無理だっつの。だからって自分ち連れてくることないでしょうが。別に俺んちってわけじゃねえって。お前にはまだ行ってなかったよな。俺も都会から引っ越してきたんだよ、半年ぐらい前。親父が新しくできたここの店長になることになってさ。で、家族で来たってわけ。じゃあこれ、歓迎の印ってこ。里中のもおごりだぞ。あ、知ってる。ここってさ、できてまだ半年くらいだけど、行かなくなったよね。店とかどんどん潰れちゃっ。あ、別にここのせいだけってことないだろ。あ、小西先輩じゃん。悪い、ちょっと。小西咲先輩、家は商店街の酒屋さんけど、ここでバイトしてんだっけ？お疲れっす。なんか、元気ない？おっす。今やっと休憩。花ちゃんは？友達連れて自分家の売り上げに貢献してるとこ？むかつくな。つか、本当に元気なさそうだけど、何かあった？別に、ちょっと疲れてるだけ。何かあったら、何でも言ってよ。俺。大丈夫。はぁ、もう。なんで昨日早退なんてしたんだろう。あの子、もしかして最近。君が転校生？あ、私のことは聞いてる？都会っ子同士はやっぱり気が合う？花ちゃんが男友達連れてるなんて珍しいよね。別にそんなこと。こいつ友達少ないからさ、仲良くしてやってね。でも花ちゃん、おせっかいでいいやつだけど、うざかったらうざいって言いなね。分かってるって、冗談だよ。先輩、変な心配しないでよ。さーて、こっちはもう休憩終わり。やれやれ、それじゃね。
なあ、先輩。人のことうざいだろうとかって、小西先輩の方がおせっかいじゃんな。あの人、弟いるもんだから、俺のことも割とそんな扱いっていうか。弟扱い、不満ってこと？わかった。やっぱそういうこと、ね、地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子。燃え上がる禁断の恋的な？アホか、そんなんじゃねえよ。そうだ、悩める花村にいいこと教えてあげる。雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって。で、画面に映る自分の顔を見つめてると別の人間がそこに映ってるってやつ。それ、運命の相手なんだってよ。なんだそりゃ。何言い出すかと思えば、お前よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り上がれんな。よ、幼稚って言った？信じてないんでしょ。信じるわけねえだろが。だったらさ、ちょうど今晩雨だし、みんなでやってみようよ。やってみようって、おめえ自分も見たことねえのかよ。久しぶりにアホくさい話を聞いたぞ。それより昨日のあれってやっぱり殺人なのかね。実はその辺に犯人とかいたりしてな。そういうの面白がんなっての。幼稚はどっちだよ。とにかく今晩ちゃんと試してみてよね。やれやれ。ただいま。何か変わりなかったか？ない、帰ってくるの遅い。悪い悪い、仕事が忙しいんだよ。テレビニュースにしてくれ。次は霧に煙る町で起きたあの事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが民家の屋根で変死体となって見つかった事件。山野さんは生前、歌手の柊木美鈴さんの夫で議員秘書の生為太郎氏と愛人関係にあったことが分かっています。警察では背後関係をさらに調べるとともに、関係者への事情聴取を進める方針です。番組では遺体発見者となった地元の学生に独自にインタビューを行いました。第一発見者のインタビューだ。どこから掴んでんだ、まったく。最初に見た時どう思いました？死んでるって分かった？顔は見た？霧の日に殺人なんてなんだか怖いよね。殺人なんですか？最近この辺りで。いや、私は何も。早退した帰りに見つけたってことだけど、早退は何か用事で？地元の商店街の近くで起きた悲惨な事件。商店街関係者の多くは、客足がさらに遠のくのではと懸念しています。お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。まったく奇怪な事件ですね。民家のアンテナに引っ掛けて逆さに吊るすってんだから。何かの見せしめか犯人からのアピールといったところでしょうな。犯行声明などは出ていないようですが。いたずら電話なら殺到してるかな。そもそも死因は不明のままだし、容疑者の一人も見つかってないわけでしょ。事件か事故かもわからないなんて。たく、警察は血清で何遊んでるんだか。では
一旦 CM です。ジュネスは毎日がお客様感謝デー。来て、見て、触れてください。Everyday Young Life Juness。Everyday Young Life Juness。ねえお父さん、今度みんなでジュネス行きたい。ダメ？ああ。我らは汝は我ら汝は扉を開く ありがとう。行こう。
逆さにぶら下がってたって何なの？やばくない？処刑とかそういうアピール？怖すぎ。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ。先輩が言ってて。いや、その大したことじゃないんだけど、実は俺昨日テレビで。あ、やっぱその花村事件の第一だから元気なかったのかな。今日学校来てないっぽいし。あれ、ゆき子今日も家の手伝い？今ちょっと大変だからごめんね。なんか天城今日特別テンション低くね。忙しそうだよね最近。ところでさ、昨日の夜見た？え？いや、まあそのお前はどうだ？見た、見えたんだって。女の子けど、運命の人が女ってどういうことよ。誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ、髪がねふわっとしてて肩ぐらいで、うちの制服で。それもしかしたら俺が見たのと同じかも。俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。え？じゃあ花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？知るかよ。でお前は見た？お前が見たのも同じ人っぽい。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前動揺しすぎじゃなきゃ寝落ちだな。けど夢にしても面白い話だね。それテレビが小さいから入れないってとことか変にリアルでさ。もしよ、そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんな。へえ、今買い替えすげえ多いからな。なんなら帰りに見てっか。うちの店、品揃え強化月間だし。見てく見てく、親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。ちょー、はい。だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。でかっ、しかも高っ。こんなの誰が買うの？さあ、金持ちなんじゃん。けどうちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。ふん、やる気ない売り場だね。やっぱ入れるわけないよな。寝落ち確定。だいたい入るったって、今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろう。てか何の話してんの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ？とりあえず安いやつ。こちらなどいかがでしょうか。お客様、この春発売されたばかりの最新型で。ちょ、全然安くないじゃん。ゼロ1個多いだろ。てか、まずお前の安いがどんくらいか聞かないと。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。そういうのは無理だって。じゃあこっちとかどうだ。展示品でちょっと古いけど、これなら。そんやさ、お前んちのテレビって。何？どうしたの花村。あいつの腕刺さってない？うわっ、あれ最新型？新機能とかねえよ。嘘、マジで刺さってんの？マジだ、
本当に刺さってる。すげえよ、どんなイリュージョンだ。で、どうなってんだ種は。バカ、よそって、何してんだお前。中って何？空間って何？やっべえ、びっくりしすぎで漏れそう。は？漏れる？息どきなくて我慢してたって。あ、ダメだ、漏れる、漏れ、客来る。え、ちょっとここに半分テレビに刺さった人いいんですけど。ケツの財布がダイレクトに。もう何なの一体。何ここ、ジュネスのどっか。なわけねえだろ、だいたい俺たちテレビから。つうかこれ何がどうなってんだ。ねえ、何なのこれ。そりゃお前、て、中って。うわ！な、何？バカ、見てみろって、マリー。これ、すごい霧じゃない、スモーク？こんな場所、うちらの町にないよね。合うわけねえだろ。どうなってんだここ、やたら広そうだけど。どうすんの。え、とにかく、あたしら、そう、出れそうなとこないんだけど。ちょ、そんなわけねえだろ。どういうことだよ。知らんよ、私に聞かないでよ。いやだ、もう帰る、今すぐ帰る。だから、どっからだよ。そうだな、うん、落ち着いて考えよう。冷静に、冷静にな。とりあえず、出口を探すぞ。ここ、本当に出口とかあんの。現に俺ら、ここにいるんだ。ってことは、入ってきた場所がある。それは…てか、なきゃ帰れないだろう。何ここ、建物の中っぽい感じあるけど。大丈夫、帰って。と、わかんねえよ、けどある程度勘で行くしかないだろう。そうだけど。この辺ちょっと霧薄くない？県外か。さっさと行かないでよ。行き止まりだよ、出口なんてな。見た目も気味悪くなる一方だな。なあ、俺の出さない。そこ。ああ、出ねえ。膀胱炎になったらお前らのせいだぞ。
このポスター全部顔ないよ。めちゃめちゃ恨まれてるとか。この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。輪っかまであるし、これスカーフか？ねえ戻ろう。さっきんとこ戻ってもう一回出口探した方がいいよ。なあ、あのポスターってさ、どっかで。いいから行くよ。もうやだこんな場所。それに、なんかちょっと気分。そういや、わかった。もう、何あれ。なんかいる。これ、猿じゃない、熊？なんなんだこいつ。君らこそ誰クマ。喋った。誰よあんた。やる気。そんなに大きな声出さないでよ。だよ。ここに一人で住んでるクマ。ここは僕がずっと住んでるところ。名前なんてないクマ。ずっと住んでるところ。とにかく君たちは早くあっちに帰るクマ。最近誰かがここに人を振り込むからクマ迷惑してるクマよ。は？人を放り込む？何の話だ。誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって言ってんの。ちょっと、何なわけ？いきなり出てきて何言ってんのよ。あんた誰よ？ここはどこよ？何がどうなってんの？さっき言ったクマよ。とにかく早く帰った方がいいクマ。要はここから出て、俺らだってそうしたいんだよ。けど出方がわかんねえっつってんの。ムッキー、だからクマが外に出すっつってんの。だからわかんねえな。出口の場所がわかんねえっつって。って。だこりゃ。僕は忙しいクマだクマ。いきなり何？うわ。なお。あれ、ここって。戻ってきた。ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービスを行います。今夜のおかずにもう一品、ジュネスの朝取り山菜セットはいかがでしょうか。ヤングもシニアもお見逃しのないようお得なタイムサービスをご利用ください。もうそんな時間かよ。結構。そうか、思い出した。あのポスター、ほら見ろよ。向こうで見たの。何
を生き、本当だ、あれだ、さっきは顔なくて分かんなかったけど、ヒイラギミスズだった。最近ニュースで騒がれてるよね。旦那がこの前死んだ山のアナと不倫し、おい、じゃあさっきのわけわかんない部屋、そういやあの部屋やばい、うわあ、やめやめ、つか今日のことまとめて忘れることにするね。俺なんかもうハート的に無理だから。うん、なんか寒くなってきた、気分も。おう、おかえり。小西咲って生徒のこと何か聞いてないか。ああ、実は行方が分からなくなったと俺うちの連中で探しているんだが、まだ見つからない。仕事が増える一方でな。次は霧の町に今も暗い影を落としている事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが変死体となって見つかった事件。被害に遭う直前の山野さんの行動ははっきりしていませんでしたが、地元の名所として知られる天城屋旅館に宿泊していたことが警察の調べで分かりました。一人での宿泊だったということですが。ああ、天城屋旅館。あそこの温泉はね、おかみの高校生の娘さんが働いてるんですが、この春にも後継ぐかって噂がありましてね。そしたら現役女子高生おかみですよ。いや、僕もまた行きたいな。なるほど、では続いて気象情報です。雨足はだんだんと、事件のあった稲葉市周辺などではこれから朝にかけて霧が出やすいでしょう。視界が悪くなります。車の運転などの際は十分な注意を。ラーメンもういい？まだ早いだろう。風邪か？いかんな。新しい環境で疲れが溜まってるんだろう。ナノコ、薬。薬飲んだら今日はもう寝ろ。Oh.